ろんな人のサインがある。いただきます。あれ、おい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 、どうなってんだよこのビジュアル。北海道産のこのウニね、めちゃくちゃうまい。どうも、ナドクです。今回、北海道の小樽に行きました。今回紹介するのがこちら。まあなんかね、まあ、小樽駅すぐ近くにある市場なんやけど、ここをまあいろんなお店がこう密集してて、まあもちろんそこで海産物買うこともできれば中で食事も楽しめるらしくって、で、まあ、海鮮丼がねやっぱ有名で、やっぱ小樽って言ったら海鮮なんで、今日はここに来ました。あと市場になってるから、まあ、いろんなのがね、まあ、ちょっとそれも見つつ今日ここで堪能したいと思います。なので早速行ってきます。すごい、こんな感じになってていろんなのが売ってる。カニもまあでかいこと。でかこれ、何これ。サーモンも300円やって、武田さんにします。もうすごいいいお兄さんに捕まっててお勧めされたのでここにします。すごい、めちゃくちゃいろんな人のサインがある。はい、もうあの元気のいいお兄さんに捕まって来ましたもん。武田、これすごくない？なんかめっちゃさ、いろんな人が来てるっぽくて、めちゃくちゃなんか取材来てるっぽいね。まあここの多分市場自体がほんまに、まあみんな来るんやと思うけど、でこれメニューになってて、やばくね、このビジュアル。どれ、ね、どれ食べるか悩む。なんかさっきお兄さんに言われたのが、いろいろカスタマイズできるらしくて、例えばこのネギトロ丼を半分だけネギトロで、半分をなんかサーモンとかにもこうできたりするらしく、なんかいろいろこう融通が効くらしいです。まあ、裏もこんな感じで、とりあえずも魚推しがすごいと。めちゃくちゃいろんなラインナップになってます。絶対うまいやろ、食べてないけどまだ。いやー悩むな、まあ、ちょっと悩んで決めようと思います。いやこれめっちゃ悩むんやけど、やばくない？おまかせ丼とかもさ、いやこのウニ丼よ、すごくない？ 6,000 やって、いやーマジでどれにしようか悩む。やけどさ、無難にこの親子丼とかもめっちゃ美味しそうなんよね。なんか裏にも、まあ、これで定食あるけども、今回やっぱ丼ぶりかな。こういうところに来てですよ、お酒を飲まない、そんな選択肢はございません。ビール頼んじゃいました。いただきます。お疲れ。これ楽しみやな。もうドームで注文したんで一旦待つんやけど、今年でこれが出てきたんやけど、これさパッと見何ってわからんくね。で思ったら、あこれ、イカスミサキイカっていう、まあ、サキイカなんやって。まあ、なんかあのお土産で有名なやつらしいですよ。なんかこんな真っ黒のサキイカって俺初めて食べる。まあ、まあ、丼来るまでの間ちょっと一旦これでビール飲もうと思います。じゃあいただきます。はい、まあなんかほんまにだからイカスミってだけでシンプルにサキイカって感じやな。うん、普通に美味しいサキイカやわ。ビールとの相性うまっ。炭のその違いとかあんまり正直俺には分からんけど美味しい。まあこんなんがあるんやね。俺これ初めてやわ。いや早くそれより丼丼早くね、丼来てくれるのを楽しみに待ちます。来ました、こちら。おい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 、どうなってんだよこのビジュアル。おい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 、まあいろいろあったんやけど、今回アナ特製丼っていうのにしました。飛行機のアナと共同で開発したんやって。で、まあ、イクラ、ウニ、カニ、サーモンっていうね。ほんでこれあの一緒についてた味噌汁なんやけど、まあ、なんかまさかのホタテがこう入ってて、なんかホタテの風味が広がるのかな。食わんでもうまいの分かるやん。こんな三宅が食べていこうか。この瞬間良いぞ。いただきます。どうしようかな。イクラのほう行こう。イクラすごくねこれ。なんか一粒一粒がすごい大きいんよ。うん、うめえ。あれ、イクラ一丁目なくなった。何やこれ。言うことあらへん。次、カニの部分ちょっとイクラとは混じっちゃうけど、これ使ってね、使います。これに移して、ここだとカニ、うまっ。カニ、甘っ。無限にいける。あのオート、右手が今オートメーション化されてる。よし、ウニね。やばない？このウニ、北海道産のこのウニね。いただきます。うまっ、濃厚。めっちゃ酒飲める。めちゃくちゃうまい。アナ特製丼やばいな。
これを味噌汁で流し込むと。あ、ホタテなのかな、なんか確かになんかちょっとこうなんか出汁の効いてる感じ、美味しい。とりあえずもうね、完璧。海鮮丼食べてビール飲んで最後味噌汁で整う、完璧なルーティーン、最高。もうね、まあ、一緒になくなっちゃったからもうおかわりしないけど、次はホタルビールっていうホタルの塩ビールがあったんでこれにします。ピルスナータイプのビールらしい。まあなんか直瓶してもいいような気もするけど、これに入れましょう。残りね、ホタルの塩ビール、いただきます。なんかアルマホップって書いてあったから、なんかもっとホップの苦さとかあるんかと思ったけど、なんかすっごい華やかで超軽いわ。うん、美味しい。よし、じゃあ次ね、こいつがっつりいただくわ。うん、よし、次もサーモンもね、いただきます。サーモン分厚っ。めっちゃ肉厚やわ。うまい飯にうまい酒、もう言うことありません。ちなみにね、お味噌汁はもちろんこうやってホタテの殻が入ってるわけやけど、身がね、まあ、これぐらいの、まあ、ちっちゃいホタテの、まあ、子供かなが、3、4匹ぐらい入ってますと。これもまたお酒に合うんよね。うまみが凝縮されてる。はい、はい、以上。食べたわ。もうあとね、こんだけなんで、これ食べて飲んで終わろうと思います。ごちそうさまでした。いや、美味しかった。そうそう、お会計していきたいと思います。ごちそうさまでした。はい、ということでごちそうさまでした。美味しかった。まあ、なんかね、こう、最初の正直出てきた瞬間、ちょっと丼が、そういうのが小ぶりやなと思ったから、意外に結構お腹満たされへんかなと思ったけど、結構ご飯も入ってて、で、まあ、身もめっちゃ量あったから、普通に今腹膨れてる。全然ね、量的には問題なかった。でね、まあ、この三角市場は、まあ、今回たまたま武田さんに行ったけど、まあ、他にもいろんなのがガッと入ってるから、どこ選んだりかめっちゃ悩むと思う。けど、まあ、それもま、一個醍醐味として、小樽駅でここ来たら、いろいろ自分で見てみて、で、まあ、なんか決めてもらったらいいんじゃないかなと思います。ほんまにね、ありすぎてわからんかった。けど、まあ、武田さんは普通に美味しかった。これ三角市場は、まあ、小樽駅から徒歩1分ぐらいやから、もうすぐ近くやし、まあ、フラッとご飯食べんでも、海産物とか見るだけでも楽しいと思うんで、小樽来たら、もしよければここ来てみてください。とても面白い場所でした。以上、謎でした。